かずきの親さんへこそ。本日は大人の発達障害のグダグダナイトルーティーンを紹介していきます。いきなりブラウザバックしたくなるような汚い玄関ですが、本人は一切気にしてない模様。早速着替えますが、おっと、横にハンガーがあるにもかかわらず脱いだものを棚に置いた。発達障害を持っていると会社勤めが異様にしんどいですから、特に生産性の高いことをしたわけでもないのにストレス疲れで何もしたくなくなります。あースーツもハンガーにかけない、これは恐ろしい。発達障害の人のスーツがクタクタな傾向にあるのはこれが理由なようです。そしてシャツを洗濯物に出さないということは明日も着るつもりでしょう。なんかあのおじさん匂い気になるよねと陰で言われてるに違いません。そしてなんとズボンを部屋にほっぽった。片付けるという概念は何か。そして落ちているシャツやズボンの匂いを確かめ再利用します。法治国家内で起きているとは思えないようなガバガバコンプライアンス。おっと、すでに部屋が散らかっている。これは何週間何ヶ月にもわたって積み上げられた残骸でしょう。足の踏み場もない部屋、落ちているものを寄せて寄せてスペースを作る。そしてそこに寝る。同じ人間とは思えない手だらく。仕事の疲れは本当にこんな環境で癒せるのでしょうか。なんと1時間もぐうたらしていた。恐ろしい。 YouTube は関連のおすすめが出てくるので気づいたら一瞬で時間がついています。そろそろご飯を食べる時間ですが、お菓子に手を出した。安定のポテトチップス。発がん性がある職員として明太子大悟は絶対に食べるなと言っていたものですが、 YouTube で彼は何を学んでいるのでしょうか。どうせゲーム実況とか何の学びもない動画を見ているのでしょう。しかしなぜか手が汚れないように箸を使う。綺麗好きなのか無神経なのかよくわからない。そこから先を決める。こんな時間に食事もせずにポテチと酒、自堕落の権限のような映像ですが、彼は満足そうです。幸せそうで何より。そして食事の準備を始めます。あれ、ちょっと待ってください。これ時間過ぎじゃない。ちょっと何があったんでしょう。巻き戻してみましょうか。8時45分、確かにこの時間にポテチを食べ始めています。酒を飲んで、ここだ。あ、また YouTube を見ている。なんという堕落。堕天使でもここまで落ちてない。人間としてもういろいろ終わってます。そして気を取り直して9時半、本日はバンバンジーを作る模様です。バンバンジーがあって、今日はキュウリ買ってきたから、はい、おや、嘘、鶏ねえじゃん。鶏肉を忘れた。バンバンジーを作るのに鶏肉を忘れるとは、牛肉のない牛丼を食べるようなもの。さすが ADHD をこじらせています。諦めてコンビニへ行く模様。相変わらず玄関は出ない。なんかブツブツ言ってますが、文句だけは一流。 MC バトルを繰り広げたならいいとこまではいけそうだ。そして食事の準備。散らかったテーブルになんとかスペースを作っています。いや、その前にゴミを捨て物を定位置に戻せよと思いますが、彼の世界にはそのような価値観が存在しないのでしょう。結局カップ麺と野菜と酒とサラダチキンを買ってきたようです。健康を意識して野菜やタンパク質などを取ろうとしていますが、所詮はコンビニ飯、体にあまりよろしくない。パソコンをセッティングして食事の準備にかかります。この YouTube に対する執着は何なのか。この力をもし少しでも人生を良くする方に向けられていたら、彼の運命は大きく変わっていたでしょう。しかし後の祭り、なんだかとても悲しくなる映像ですが、もう少しお付き合いください。これが社会的弱者の現実。会社で虐げられ、世の中からは邪魔者扱いされ、わずかな稼ぎで今日も生きる現代の風刺画を見ているようです。そして食事が終わったら片付けもせずに YouTube。 こうやって部屋が散らかっていくんですね。彼の家がこれ以上ゴミ屋敷にならないことを祈るばかりです。まもなく日をまたぐ時間になりそうですが、ようやく自分のぐうたらさに気づいた模様。副業の勉強しようと思ったのに、もうこんな時間じゃ風呂入んなきゃ。副業の勉強をしたいといつも口では言ってますが、なかなか行動に移せないのはこういうところだったんですね。洗濯物入れのカゴも全く機能していない。風呂も10分で済ませ、着替えはもちろん干しっぱなしのものを使います。そして11時20分ようやく布団に入ります。ん？就寝じゃなくて布団に入る。この表記なんか嫌な予感しますね。散らかったものは片さずに寄せるだけ。発達障害っぽさが出てます。早く寝ればいいもの。こんなことしてるからいつも会社では眠くて生産性が上がらないのでしょう。寝るか。え、嘘でしょ。1時間経ってんだけど、俺ずっとネットサーフィンしたの。ここでやっと就寝。おやすみなさい。本日もありがとうございました。寝るねー。おや。
おっと、寝る直前まで YouTube や Twitter を見てたから脳が活性化して寝つけないようです。ここでおとなしくしていればいいものを YouTube を見出す。これはエンドレスで寝れなくなるぞ。あ、明日やることは、やべ、プレゼン資料は明日納品だ。大事な仕事を今思い出した。責任感のある人間でしたら今から起きてやるもんですが、なんということでしょう。今から寝るのにもかかわらず早起きするつもりです。希望的観測がすぎる。そして眠れないからといってまた YouTube を見出しました。この男何なのか、 YouTube を見ないと死ぬ病気なのか、それとも帰ってきてから YouTube を見てないと大切な人の命はないぞと脅されているのか。そうでもなければこれは以上です。そして明け方の4時。もう4時じゃん。もうこれ寝たら起きれねえじゃん。彼もここでようやくヤバさに気づきました。起きてよ。もうここで寝たら 100% 遅刻。寝ないことを決意しますが、動きが鈍くなる。これもう完全に終わりですね。寝るパターンですね。そして遅刻しては怒られ、されどまた YouTube を見て遅刻しては怒られる。そんな繰り返しを延々とするのでしょう。今回は大人の発達障害のナイトルーティンでした。皆さんはこのようにならないようお気をつけください。かずきのおやすみへこそ、いかがだったでしょうか。まあ近年まりにいるものすごいひどい映像でしたよね。最後までスキップせずに見られたでしょうか。もうまともな精神じゃ見られないですよね。あれ、実はモデルがあるんですね。それは昔の僕です。家は汚いわ、ストレス溜まって、ずっと動画見てるわ、仕事辛いわでね、ほんと地獄のような毎日を送っていたんですが、今日お見せしたことというのは4つのポイントを抑え改善するだけで発達障害の症状というのは良くなり、自信がつき才能というのを発揮することができます。というわけでライフルーティーンの彼が幸せになるポイント、まず1つ目、整理整頓ですね。基本的に発達障害を持っていると整理整頓できなくて、もう部屋は散らかしっぱなしなんてことがよくあります。途中でこのスーツ、ジャケットを畳んで置いとけば大丈夫かなみたいな感じで放置するシーンがありましたが、もうあれ最悪です。すぐ型崩れしてクタクタとなってしまい、お客さんもそんなスーツの人来たらやっぱり信用できずに売り上げなんてのも下がってしまいます。具体的には出したらしまう、脱いだらすぐ片付ける、何かやったことを一つ一つ片付けていくことによっていろんなものがいろんなところに散らかっているという状態を防げます。詳しいお話は部屋を片付けるだけで発達障害は治るという動画を見てほしいんですが、やっぱり散らかった部屋にいるだけでコルチゾールというストレスホルモンが出ますので、リラックスはできませんし、ストレスは溜まる一方、なおかつワーキングメモリーという脳の部分が弱いので、いろんなことをやんなきゃやんなきゃやんなきゃという頭がいっぱいフル回転の状態でいつも過ごすことになります。片付けることのメリットデメリットを自覚し、具体的なノウハウというのを実践してみてください。そして2つ目が娯楽と勉強です。発達障害を持った方というのはそもそも会社勤めが向いてないんですよ。だから副業をしてくださいねと、手に職をつけて独立できるようにしてくださいねなんてことを普段言ってるんですが、やっぱり YouTube を見たりとかニコニコ動画とか見続けてしまうと、やるべきこととか勉強っていうのができなくなってしまいますよね。するといつまでも独立できずに嫌な仕事をし続けなければいけないと。帰ったらすぐパソコンつけるではなく、娯楽のメリハリというのをつける必要があります。じゃあこれ具体的にどうしたらいいのかっていうと、環境を変えてください。つまり部屋に帰ってだらけてしまうのであれば、部屋に帰らずに勉強すればいいです。例えば仕事終わりに喫茶店に行って1時間だけ勉強して帰るとか、決まった時間にスクールに通っちゃうとか、同僚と一緒にファミレス行って勉強するなんてでも OK です。そしてそれをやった時に初めてご褒美として YouTube を見れるよっていうふうにすれば、ご褒美のために一生懸命勉強しようというふうになりますので、環境設定とご褒美は最後にするんだよってことを意識してください。そして3つ目が食事です。発達障害を持った方というのは基本的に偏食が多いので栄養不足になりがちなんです。しかもやっぱり会社で疲れてるから一からカレー作ろうとかご飯作ろうってならないじゃないですか。ただ栄養が足りないというのは発達障害の症状を悪化させる原因の一つですので、なるべくちゃんとした食事をとってもらいたいんです。とは言ってもやっぱり働いてる方っていうのは難しいでしょうから、お弁当を買ってもいいけども、プラスでスーパーでお野菜とタンパク質お肉というのを買ってみてください。そして最後4つ目が睡眠です。発達障害を持った方というのは基本的に睡眠障害との戦いなんですよ。ちょっとしたことで寝つきが悪かったりとか、途中で覚醒してしまうなんてことが結構あります。すると発達障害の症状というのは悪化しますし、劣等感が深くなり不安も大きくなって自信もなくなってしまうと。本当睡眠はね、ちゃんとケアしてあげないといけないんです。
じゃあどうすればいいかと言ったら、もう寝る前は YouTube 見ないということです。そして寝て眠れなかったとしても携帯はなるべく触らないようにしてください。あれは本当に脳が覚醒してしまって寝られなくなりますので注意が必要です。場合によっては睡眠薬を使うのもありだと思いますし、定時就寝、定時起床、適切な食事なんかによって睡眠リズムというのは整っていきますので、詳しくはこちら睡眠の動画を見てみてください。以上4つですね。発達障害を持っていますと整理整頓ができなくて勉強せずについつい娯楽に走ってしまう。そして不規則な食事や不眠が続き心身ともにボロボロ、発達障害の症状の改善なんてもできなくなってしまいますので、今日の4つの改善策っていうのをぜひ実行していてください。今日の動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また僕は毎日20時過ぎぐらいから YouTube ライブを行っております。悩み相談であるとか面白おかしく雑談であるとか劣等感を除き発達障害を治すための筋トレ配信なんてのをやってますので、ぜひご覧になってください。毎日毎日仕事で大変なこといっぱいあると思いますが、少しずつ改善して幸せな人生を歩んでいきましょう。あなたの幸せ、これよりお願いします。以上、かずきでした。